災害、その時あなたは。今回は大地震が起きた時、生活に欠かせないライフラインについて考えます。ライフラインには、期待をしないということが、地震直後にはですね、大事なことだというふうに思いますね。特に水ですとか電気ですとかガスですね、そういったものはほとんど使えなくなるというふうに思っていた方がいいというふうに思いました。普段から水や電気、ガスを使わずに食べられる食料などの準備をしておきましょう。そしてさらに気をつけたいのが停電。暗闇での行動はとても危険です。東日本大震災でも神奈川の一部が停電になりました。避難に必要な備えも暗闇の中では持ち出せません。常に身近に備えておきたいのが懐中電灯。最近、電気を使わずにわずかな水だけで点灯する非常用 LED ライトが注目を浴びています。このひまわりと書かれた非常用 LED ライトは乾電池いらず、水をつけるだけで中のマグネシウム電池と反応して点灯します。あ、ついた。すごく明るい。未使用で保存しておけば、なんとほぼ半永久的に使えます。しかも約72時間連続発光、水だけで3日間強力な明かりを確保することができます。この非常用 LED ライト、実はある思いから生まれていました。災害っていつ来るかわからない、明日かもしれませんし、もしかしたら30年後かもしれません。そのような中、なかなかこう意識して備えておくというのはできないことですので、こういった放電しないものでしたり、いつでも使えるものということを全国に届けたいという思いで、このひまわり活動というのを始めました。今は横浜の方で開催される防災フェア、赤レンガでしたり、館内の横浜スタジアムの周辺で行われる防災フェアという大きなフェスのイベントの時にですね、出展させていただきまして、そこで無料配布させていただいています。この工作キット教室という、このマグネシウムライトを実際作ってみようと、工作を通じて科学も知ってもらおうと、その中でマグネシウムライトって電池ってどういうものなのかっていうことも、子どもたちにも理解してもらっているという活動をしています。大地震の時、ライフラインに頼らない備え、準備をしっかりしておきましょう。